はい、どうも。ちょっと今晩のね、そこで使うためのデッキをちょっとちゃんと作っておきたいなと。今のところレパートリーが2つしかないからとりあえずバンバン回してみたい、デッキを。ロイいいね。ミツリン、ミツリンガチで興味ないんだけど一回じゃやってみろ。ミツリン、ミツリンちょうだい、一回やってみる。シンプルだね、いいね。なるほどね。強くね。ちょっとじゃあ解約してみるデッキ。そう、じゃあプライマル試してみる。めっちゃ勝ってんだけど。何これ。うーん、ウォーターじゃない。やっぱリスナーに貼ってくれた形が完成形なのでは。メイジ。あ、なるほどね。懐かしいカードだな。いや、僕はでも相当好きだわ、メイジというカードは。こいつかわかんないけど、どのメイジっていうのかわかんないけど。あ、こっちか。いや、さすがにこっちか。メタルエルフではないか、いくらなんでも。エルプリって言ってよ。これメイジって呼ばないよ、こいつ。クライマルかな。もう間取っていい。クライマル1、ウォーター1でいい。中途半端かな、これだったら。これで、一枚だけリスナーのデッキ変えて。マグロ式ガチリマーガーって。一枚だけ変えて、名乗るわ。オッケー、じゃあよろしくね。今日の20時からやらせていただきます。はい。賞金付きルーマ企画。戦車、あ、でも挑戦者。挑戦者って書くとしたら挑戦戦車になっちゃう。っていう感じになります。はい。何か質問あるでしょうか。あ、で、まあ、賞金について説明しよう。はい。賞金なんですけど、挑戦者が勝った場合は、挑戦者総取りの5000円。はい。挑戦者に5000円差し上げます。勝った場合ね。僕が勝ったら、リスナーに福引きっていう機能、ミルダム福引きっていう機能を使って抽選して3人にそれぞれ2000円、はい、なんで、まあ、計6000円ですねが配られるという形式です。で、最大10戦までやります。はい、ルームを作る。緊張すんな。ちなんか密念しないと。まず画像を開いといて、いきますよ皆さん、本番いきますよ。780。おお、早い。早い。2桁隠してるにもかかわらず、いつもよりなんか早い気がする。これは、血眼になって電卓打ってますね、みんな。クジラヘッドさん、よろしくお願いします。どうしようかな。マグロ式ガチレフいくか。うわぁ。来たー。おお、まあ、確かに僕の視聴者だからクオンかどうか限らないような、実際。まあクオンだろうな。なんだこれ、ちょっと。ちょっとどんな確率。山札の上に置いちゃったんだけど、やめて。やめて、マジで。はい、専門店スクリーンショット撮っといてくださいね。あのクジラヘッドさん、ありがとうございました。挑戦者一緒。やっぱこのやめます、戦績書くの。ところで戦績機能いります、これ。ああ、というわけで、まあ10ゲーム終わりましたけども、はい、負け越してしまいました。申し訳ない、視聴者さんにあまり配れなくて。何も当たらなかった人は僕のチャンネルをフォローして毎日配信見に来てください。それが最大のプレゼント、みんなへの。じゃあ僕のポケットマネー一戦やる。2ピックやりません、僕と。これミルダム関係なし。うん、あ、ちょっと、じゃあ罰ゲームとしてね、負け越しちゃって不甲斐なかったんで自腹でやります。じゃあ BO1 2ピック、じゃあこれ1回切りね。1回切りこの2ピック、僕に勝った人は、1万円差し上げます。はい。なんと、2桁しか読み上げません。無理か、それ。最初の2桁。
28000。絶対入れないでしょ。絶対入れ、なんで嘘でしょ。早っ。投資した、え、見えてなかったよね。マグロご期待くださいさん、よろしくお願いします。なんかでもエルフやりたい、僕エルフやりたいわ。ちょっとして、お、おっと、リマーが組めたぞ。どうだどうだ、リマーガさん森人に、これいやきついか。いやさすがにきつい。まあデッキの枚数自体は30枚だから、お待たせしました、よろしくお願いします。ネネシス強そう。あ、ずるい、アマラセ絶対強い、入ってなかったな。おお8。いや、ありだけどな、もうフェイス進化。ありじゃない?ギルガメッシュ。なんとギルガメッシュよりヘルスが1高い。そう考えると強い気がしてきた。モンキー引いて勝ち。モンキーでも2枚切っちゃった。いやー、めんどくさいなー。来てー、リマーガー。リマーガー来てー。あははは。ピュー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 、ありがとうございました。1万円回避。よし。何だったんだこれ。失踪エルフだった。ハンマーさん、リマーガさんのありがとうございました。